マイボルダーまで来ましたけど、まあすごい混んでるね。しかし同じように考える人は多いようで、この移動方法でやっぱり使う人は多いですけど、ここやっぱり一番ネックになりますよね。大垣まではね、陽気走ってますけど、この米原から大垣の間だけは4両編成でね、ここに10両編成に乗っとった人だけわーっと予想させて、でここから先またね、どこだ、とりあえずほやで姫路、阿保市まで行っちゃったらダメなのか、姫路で乗り換えたらいいのかな、とりあえず姫路まで、まあでも逆に考えたらこれで一気に下地まで行きますからね。はい、でもこれ今から来るやつは普通か、新快速はさすがに新快速でないとまずいもんな。よし、と時間調べて乗ってきましょう。確認しましたけど、この阿保市行きが快速に変わるみたいですけど、さすがに快速だと、20分後に来るこの後の姫路行き、こっちの方に取った方がやっぱし結局姫路に着くのは30分ぐらい早いみたいなんで、まあもう待ってこれに乗りましょう。よし、さあ30分ぐらい時間もありますからね、せっかくなんでちょっと駅前をチラッと見ていこうかなと思いますけど、そうか、こっちは JR 西日本の改札になっとって、キプリからね、そうか、こっちは新幹線の方は JR 東海やで、そうか、ちょっと勝手が違うのか、西口東口どっちで行った方がいいんだ、北で西口の方のがまだいろいろありそう。あ、じゃあ、これ、彦根駅。米原駅、ないね。イタリアンカフェ。まあ、一応なんかあったりするみたいですけど。平和堂も、とりあえず、ちらっと平和堂の中に送ってくるか。さあ、駅前、西口の方までやってきましたけど、あれなんですね。平和堂ってなっとったけど、今フレンドマートになってるんですね。フレンドマートだとフードコートはないかな、まあ、ちらっと見てあれだったら弁当でも買っていくか。よいしょ、いやあっち、今回は感染予定がカツカツもカツカツですからね、だいぶ普段のうちよりうちのやってる動画とは勝手が違うと思いますよ。多少鉄道系の YouTuber さんよりっぽい動画になるんじゃないかな、多分乗って移動して乗って移動しての繰り返しでしょうからね、井筒屋さんで駅弁買っとくっていう手もありじゃありか。新海賊なら多分座れねえだろうからな、座って食うことはできないだろうな。あ、でフレンドマートがねここにありますから、フレンドマートでちょっと食ってこうか。だったらクレジット使えるしね、そう今回現金をなるべく使わないようにしないとねいけませんからね、最悪だって宿を現金で支払わないといけないとかってなってきた、今回ね逃げるも何も用意してないですからね、この時期にそれやるっていう無謀さね、まあですけどそういう状況なんで、現金万が一ね、そっちで現金ってなった時にナイフで触れなくなっちゃいますからね、
結構残しとかないときついし、まあ、なんならこの後飲み会が入る予定があるかもしれないもんで、そうしたらその予算もそこから出さないといけないで、でね、クレジット使えるところで飲めばいいんですけど、基本的にその集まってのメンツで飲むところが現金オンリーなんで、そういうことか。よし、とりあえずフレンドマートやっとこう。さあ、買ってきましたけどね、もう、うなにアクエリアスがね、68円、ありがたいね。やっぱちょっと歩いてでもね、68円大きいですし、で、とりあえずどうにでもなるように、サバとし、まあこっち来たしね、一応まあこのね、大見舞い仕様のね、サバ寿司ってのがあったんで、あとでね、一応こんな大見舞い仕様のサバ寿司ってのを取って、で 30% 引きで、ね、630円、になっておったんで、これはありがたいと、いうことで、いやこれ駅弁とかでね、買ったりするとね、結構いいお値段になったりしますからね、いやー大きいぞということでね、まあこれサバ寿司やったらね、パッと広げてね、座れたら、食うこともできるでしょうし、まあいざとなったらとりあえず姫路まで出ちゃってね、そこでちょっと食えるとこ探すっていう手もありますからね、でも姫路からね、さらにあいおんまではね、行っときたいんですけどね、ちょっとそのあたりはね、また解説します。とりあえず、水飲んで、これは大事、マジで熱いのよ、うん、そのままね、姫路に向かっていきたいと思います。新幹線ならすぐなんですけどね、さすがにクレジットを使えるからね、ワンチャンその新幹線使うっていう手があるっちゃあるんですけど、ここからね、岡山まで使うとね、相当金かかっちゃうんでね、ここは、まあ、頑張って、というかここら辺はね、新快速走ってますから、あれが強いですから、新快速パワーにね、頼るのはね、これはもう18切符ね、利用の時のね、譲渡手段ですからね、新快速すごいですよ、姫路まで16時18分これで13時50分出て、何分出てくるの、14時から2時間半、2時間半で姫路まで行っちゃうんですからね、すごいよな、つうかそんだけ投資運転してるっていうのもすごいですけど、普通列車か、ありがたい話です。ここ来るまでは大変やけど、本当当初はね、実は和歌山とかあっちの方から回るような計画を通ったんで、そうするとね、関西本線で行くか、それかもう近鉄でね、何番までは近鉄使ってとかっても考えてたんですけどね、いやさすがに朝の一番からはね、出れなかったんでね、あれであの時間になっちゃうともうどうしようもないですね。さあとりあえず駅の方戻ってきましょう。さあちょうど1月ね、5分前、余裕で来ましたんでね、さあおお、めちゃくちゃな音するけど、あもう電車来てる、あこれか、新幹線決め時、どうかな、座れそうかな、これだよね、あ、もう来てんだ、よし。